アメリカの FCC で DJ Air 3S が正式に登録されました。はい、どうも、サラクーです。今日は2024年9月17日火曜日になります。今日の話題ですけど、 DJ の話題をしたいと思います。今ですね、まあ、こちらの方の DJ Neo の方も発売されましたけれども、今回は Air シリーズ、こちらの方ですね、 FCC の方で Air 3S がですね、新たに正式に登録されましたという話をしたいと思います。その前に私のチャンネルの PR をさせていただきます。今私のチャンネルではドローンチャンネルとは別にスラックのチタビチャンネルという旅チャンネルを起こしております。こちらのチャンネルでは私サラクールが楽しくしゃべりながら旅をしているというようなチャンネルになってまして、今でやってる企画なんですけども、徒歩で千葉県一周というところですね、チャレンジしております。いよいよですね、江戸川へということでフィナーに向かってですね、歩いているというところになっております。あと単発では札幌ビールの千葉ビル園というのが船橋にあるんですけども、こちらで南極観測船を見ながらジンギスカンを食べた動画とか、あとは京成電鉄市川真間駅という駅があるんですけども、こちらが母の日限定でちょっと面白いことになってましたので、そちらに行ってみた動画とか、あと成田空港シャトルバス、これが海まで渋滞なしで破格の300円で行けるという路線がありましたので、そちらに乗ってみた動画とか上げております。こちらのサラクールのチタビチャンネルの方はこの動画の概要欄のトップのところにこのリンク先貼っときますので、まずはそちらから遊びに来ていただいて、もしよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。以上 PR でした。はい、ということですね、ドローンの話題に戻りたいと思います。まあ、最近はですね、こちらのですね DJ Neo の方が発売されまして、こちらの方ですね、レビューとかノウハウ動画を上げてるんですけども、またまたですね、DJ の新しい新ドローンとして、まあ、DJ Air シリーズなんですけども、DJ Air 3S、こちらの方がですね、いろいろと噂になってました。今回はアメリカの FCC というですね、電波を扱う当局があるんですけども、こちらの方で正式に登録されましたので、そちらの話をしていきたいと思います。早速なんですけども、その当局のページ、FCC のところのページをですね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらですね、FCC ID のページになります。そのうちの、ま、DJI のページになるんですけども、今回はこちらになります。2024年の9月16日に DJ Air 3S、こちらの方が正式に登録されました。DJI の Air シリーズの最新作というところになります。今出てるのが DJ Air 3が出てるんですけども、今回は新たにそのですね、進化版 DJ Air 3S の方もですね、出てくるということが、まあ、これで確実になりました。こちらの方はラベルとかも見ることができますので、そちらの方のラベル情報も見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、実際のラベルになります。DJ Air 3S ということで、DJI の Air シリーズの最新作のラベルがこちらの方には出ております。型番もこちらの方ですね、はっきりしました。型番の方が CZ3SCL という型番になっております。で、このラベルに関してはバッテリーに貼られるものになっておりまして、こちらの方にも容量が書いております。4276mAh ということになってます。こちらのバッテリーサイズなんですけども、今出てる DJ Air 3S より若干大きいぐらいのサイズになっているということで、まあ今出てるですね、まあ DJ Air 3S と同じぐらいの飛行が可能なんじゃないかなと思っております。で、こちらの方ですね、日本の技的マークもついておりますので、日本で発売されるのもほぼ確実というところになってます。こちらのですね、FCC ID の方が、正式に登録されると大体2週間から6週間ほどで新製品が出てくるっていうのが大体のセオリーですので、こちらの方、2024年9月16日に正式に登録されたということは、まあ、出てくるのが大体10月の中旬から11月の初旬あたりに出てくる可能性が十分高くなったというところになります。なので、ようやくですね、こちら FCC ID ということで、アメリカの当局、まあ、電波を扱う当局があるんですけども、こちらの方で正式に登録されたということで、まあ、間もなく出てくるでしょうというところになります。
で、ちなみにこれは以前にリークされてきた画像にはなるんですけども、まあリーカーのうちの一人ですね、ジャスパー・エレンズがですね、こちらの方も上げてきてるんですが、DJ Air 3S ということで、まあこちらのドローンが DJ Air 3の進化版ということで、DJ Air 3S ということで出てきます。今回特筆すべき点は、このメインカメラが1インチ CMOS センサーに切り替わるということで、センサーサイズがですね、ちょっと大きくなというふうな噂があります。あと、この前面のところにビジョンセンサーがついてるんですけども、その真ん中のところにライダーセンサーも乗ってきそうということで、より正確に飛ばすことができるんじゃないかなということもですね、合わせて噂として流れてきております。こちらの方ですね、DJI Air 3S の、これはフライマーコンボのパッケージの写真なんですけども、まあこちらの方がまあリークしてきてるというところなので、まあこちらですね、当初はもっと早くこの DJI Air 3S 出てくるんじゃないかなということで、リーカーの人たちがどんどんですね、リーク写真上げてきたんですけども、まあその前に DJI Neo の方が発売されて、DJI Air 3S はですね、ちょっと先延ばしされたというような感じになっております。まあ今回は FCC ID の方で正式に登録されましたので、大体ですね、まあ2週間後か6週間後ということで、大体出てくることがセオリーなので、10月中旬から11月初旬ぐらいに出てくるんじゃないかなというところがですね、かなり有力視されているということになっております。はい、ということで以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、まあ最近はこちらの方 DJI Neo の方が発売されましたけども、さらに今回 DJ Air シリーズの最新作 DJ Air 3S、今出てる DJ Air 3の進化版が出てくるということがですね、ほぼ確実視されたということになりまして、まあこちらも本当に当局の方で正式に登録されたものなので、まあ噂レベルで出てくるんじゃないかなということではなくて、まあ当局で正式に登録されたので、まあ間違いなく出てくると思われます。で、こちらの方ですね、ラベルを見てみると、技的マークついてますので、日本でも確実に出てくると思われます。で、大体発売としてはですね、10月の中旬から11月の下旬になるんじゃないかなというところが、今のところ有力されている噂というところになっております。まあ、こちらはですね、これからリーカーの人がどんどん、こちらの方スペック情報とかも合わせて出てくると思いますので、少しですね、楽しみに待っておきたいかなと思っております。はい、というですね、今日の話題は以上となります。このチャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方をオンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。